高杉城は、ビンゴ国三谷郡にあった、日本の城。広島県指定史跡に指定されている。現在は、千葉よる彦神社が鎮座する。円形ンゴ国国に向江田しの家臣、祝死の居城であった。天文20年に、東高草の反乱で、大内義高が侵虐されると、江田氏は、天文22年に、大内氏を見限り天子氏に願える。 翌年、東春方の指示を受けた、毛利元成の攻撃によって陥落して、廃城となった。城は廃城となったが、当時から千葉よる彦神社が城内にあり、社殿の再建が行われている。また、祝死一族で生き残った者もおり、祝公縄は千葉よる彦神社の神職を務め、高杉小太郎は、五福島の戦いにも参戦し、軍港を挙げている。 蒙来川と三原川の合流するし岸球場にあり、東西70メートル、南北80メートルの方形巨漢型の城郭であった。落城後に廃城となり、神社の神域として保護されたため、城の北側、東側の周囲には堀が残り、各内部には土塁が残っている。南側の部分にも、ここを意識した造りの各内部に土塁が残存し、こちらが大手だったと推測される。 現在、西側には道路が通っているが、この部分にも堀が存在したことが2012年の調査で確認されている。建築物の詳細については不明だが、当時から地流る日古神社の社殿が存在していたと推測される。当時の上域は不明であるが、現在の境内を本丸太し、周囲の丘陵まで上域であったという説もある。戦後間もなく、 撮られた1947年の空撮写真では、周囲にまで上域があった痕跡は見られない。高杉新作上主であった祝氏はもともと、秋国部群衆後武田氏の一族で、地葉夜彦神社の祝職を担ったため、苗字を祝としたとされる。高杉城落城後は、祝の苗字を捨て、在地名である高杉を苗字とし、毛利氏家臣として続いた。毛利氏の家臣族である、 萩藩は越ばでは、高杉新作の祖先は、貧乏国高杉上主の高杉小四郎春次とされ、初代春次春光、春正し、おさむ春、春春春の春吉、春明、春豊春樹春風と続いた。ありがとうございます。